高田春奈、高田春九1977年5月17日体は、日本の実業家。ビファーレン長崎代表取締役社長、ジャパネットホールディングス取締役、エスプリングホールディングス代表取締役、ジャパネット高田前社長の高田明の長女、長崎県佐世保市出身。国際キリスト教大学卒業後、ソニーを経て、 2005年ジャパネット高田の人材開発を担うジャパネットソーシャルキャピタル設立。2010年エスプリングホールディングスを設立し、広告代理店エスプリングアジャンスと人事コンサルティング会社エスプリングソーシャルキャピタルを参加に置き、代表取締役就任。2015年ジャパネットホールディングスとエスプリングアジャンスと経営統合し、同社取締役。 ジャパネットメディアクリエーション代表取締役社長に就任。2018年からはビファーレン長崎上席執行役員。2020年1月、父、民の公認としてビファーレン長崎の代表取締役社長に就任した。傍ら、2015年に東京大学教育学部を卒業。現在は東京大学大学院。 教育学研究科博士課程に在籍し、教育思想の研究を継続している。2021年4月9日、新型コロナウイルスに感染していたことが11日のクラブ公式サイトにて発表された。ありがとうございます。